ラブカーズ TV 川口学です。今日はですねアクアに加わった GR スポーツ、こちらをですね試乗する機会をようやく得ました。皆さんにはですねすでにこのアクアの GR スポーツ、こちらの内外装チェックの方をお届けしましたけれども、あの時は GR カロードの試乗会でしたので試乗することができませんでした。で今日はですねこちらをですね試乗ということなんですが、こちらにノーマルのアクアもありますので、まずはですね内外装を簡単に、以前もお伝えしましたけれどもノーマルと比べてどんなところが違うのか、これをお伝えした後に比較しようということで行ってみたいと思います。実際にですね内外装違いを見ていこうと思いますけれども、まずこちらがノーマルのアクアということで、これに対してアクアの GR スポーツですけれども、まずバンパーが全く違うのが分かります。もう造形的にですねこちらかなりですねワイドな見え方をしているのが分かると思いますし、ファンクショナルマトリックスグリルが入るのが GR モデルの特徴ということですけれども、それをですね今回のアクアの GR スポーツも採用しているというのは皆さんにお伝えした通りです。さらに細かく見るとこのハニカムグリルも G のですねロゴになっているのが特徴で、はい、G のモチーフになっていて、なおかつここに GR のロゴが入っているということになります。そしてこのエンドの部分にはですねメッキのパーツがぐーっと回り込んでサイドにぐっとですね入っているわけですね。これによってワイドな感覚を出しているのが特徴ということになります。で実際にですねアクアの GR スポーツの場合、ノーマルはヘッドライトがですねこのバイビームのヘッドライトじゃないんですけれども、これはですねオプションでバイビームのヘッドライトをつけたということで、先日お届けした車の場合はちょっとこうやっぱり光り方がですね弱いし見え方も弱かったですけれども、アクアの GR スポーツ買うんであればオプションでですねこのバイビームのヘッドライトはつけた方がいいのかなというふうに思います。それと正面から見た時にですね違いとして分かるのはここですね、ミラーが、はい、ブラックアウトされているミラーが採用されているのが特徴ということで、これによってですねスポーティーなアクセントが生まれているというのが特徴です。さらにタイアンドホイール見てみましょう。まずノーマルから見ますと185の 65R15 というサイズのですね、15インチのエナセーブですね、 EC300 プラス、これが備わっております。これに対してはいこちらのですねアクア GR スポーツの場合はブリヂストンのポテンザの RE050A の専用タイヤをですね採用しているわけですね。そしてサイズもですね205の 45R17 という17インチサイズになってますし、このホイールのデザインを見てもですね17インチの切削とブラックのですね非常に力強いスポーティーなデザインのホイールになって、なおかつその奥にあるブレーキキャリパーがレッドに塗られて GR のロゴが入っているというものに変更されているのがポイントです。そしてこのホイールハウスのですね隙間なんかの違いはほとんどわからないですけれども、こうして見ていただくと実はこちらの方が専用サスペンションをつけてますから、これによってですね10ミリぐらい下がっているということになります。その他にもですねロアームのブッシュのナンバーワンとかナンバーワンとか、これを GR ヤリス用のですねものを使ったりとか、ショックアブソーバースプリング、そしてバウンドストッパーですねなどはもう専用のチューニングが施されているということになります。ではリアにも回ってみたいと思います。さあそしてこれがリアからの見た目ということで、リアもですねまずすぐに違いとして分かるのはこのバンパーのデザインということになります。こちらのノーマルはすっきりとしたデザインになってますが、それに対してこちらはですねやはりこのハニカムのですねデザインが入ったものになってますし、一番下はグロスブラックになっていて、そしてですねディフューザーになっていて、さらにですね真ん中にリアホグが備わっているタイプになっているということですね。それとアクアの GR スポーツの場合はこちら側に GR のロゴが入っているのが特徴ということになります。でこうして見るとですねエクステリアの変更点はわずかですけれども、やはりパッと見た瞬間にですねスポーティーな印象を与えてくれる、そんなですねデザインが施されているというのが特徴です。ではインテリアもチェックしたいと思います。さあこちらがですねノーマルのアクアのインテリアということで、こちら上級グレードですので、かなりですねこうシートなんかもデザインが入ってますし、フロント周りのパッドなんかもですねここに、はい、ソフトパッドが入ってたりということで、質感の高いものになっています。で、グロスブラックですねしつらえられていてというような、この雰囲気をですね覚えておいていただいてですね、この後に GR スポーツの方をチェックしてみたいと思います。さあそしてこちらが GR スポーツのインテリアですけれども、まず開けてすぐに分かるのがこのシートですね。専用のシートが備わっています。GR のロゴが入っているのが特徴ですし、センター部分はですねエアヌバックが使われていて、スウェード調のですねものになっていて、そしてサイドはブラックの合皮に
シルバーのですねステッチが入ったスポーティーなデザインのシートになっているのが特徴というところですね。それとこのようにですねドアトリムもこのエアヌバックが採用されていて、なおかつこのプレートがですね入っていることによってスポーティーな印象になっているのが特徴ということになります。さあそして乗り込みますと、もう目の前にあるハンドルですね、これが GR のロゴの入った、はい、ハンドルが採用されているのが特徴ですし、ドアのですねこの部分はエアヌバックになってましたけれども、こちらのパッドもエアヌバックになってますし、こちらもなってますし、助手席の前もエアヌバックになっていて、なおかつシルバーのですねパーツが囲むような感じになっていて、この辺りでスポーティーな雰囲気が出ています。まあそれ以外の部分はこのグロスブラックのパネルとかディスプレイオーディオとかですね、こういった部分は基本的にノーマルのアクアと同じなんですけれども、全体をブラックでコーディネートして、さらにこのライニングですね、ヘッドライニング含めてブラックになってますので、これでですねグッと引き締まったスポーツモデルのそんなですねテイストを作り上げているということになります。そして実際にこのアクアの GR スポーツですけれども、サスペンションが違うというふうに先ほどお伝えしましたが、それ以外にですねセンタートンネルのところにブレースが2本入ってますし、リアのですねバンパーの後ろのリンフォースのところですね、ここにも強化型のですねリンフォース入ってますので、これによって剛性をアップしているというそんな違いがあるのが特徴ということになります。でさらにちょっとエンジン始動したいと思いますけれども、はい、このように今始動しましたけれども、メーターはですねノーマルと同じで、真ん中がカラーの液晶で、左右がですねこのように透過照明式のタイプになっているのはノーマルと同じということになります。でここにドライブモードの切り替えるんですけれども、これを押すとですね、はい、今エコになっているところが、はい、パワープラスというモードになるんですけれども、パワープラスのモードになると回生ブレーキの効き方もですね強くなって、まあ約 0.1G のその制動感がですね出るような感じになるという、このあたりがですね専用の仕様になっているということですね。またこのアクアの GR スポーツ自体のですねそのドライブモードというのは、まあ専用のチューニングが専用の特性をですね持たされているんですけれども、さらにそこからパワープラスを押すと、パワープラスは別のマップが出てきて切り替わってですね回生が強くなってというような、そんなですね専用モードも備えているというのが特徴です。というわけでここからはですね実際に比較試乗ということでやってみたいと思いますので、まずはですね通常のアクアを乗って、その後にですねこのアクア GR スポーツ乗ってみたいと思います。さあ今回はですねノーマルのアクア、これとアクア GR スポーツを比べて試乗ということでですね、どんな違いがあるのかというところを見ていきたいと思います。で今実際にノーマルのアクアの方に乗り始めたということで、こちらもですね久しぶりに乗りましたけれども、やっぱりねアクア非常に出来がいいというそんなですねコンパクトハイブリッドになってますので、まあ乗り始めた瞬間からもうこれで本当に十分と言えるですね実力がある、そんな一台になってるのはもう皆さんもですねご存知の通りなんですけれども、改めてですねこうして乗ってみると、やはりノーマルモデルですから、こうちょっとですね乗り心地の良さを重視している部分というのはありますので、ちょっとこうふわっとした感じとかですね、そういう部分は感じられるかなというところですね。タイヤサイズも15インチのタイヤサイズで、縦バネがですねしっかりとあって、かなりですね乗り心地はいい感覚を持っているぞというところですね。でアクアはバイポラ型ニッケル水素電池を採用してますので、これがレスポンスが非常に良くて、まあ、ノーマルでももうすでにかなり元気にですね走りますし、まあ、電動感もかなり強いというのが特徴ですよね。なのでこの辺りでですね動力性能的な不満というのは全然ないですし、まあ、乗ってるこの道路もですね比較的新しい路面ですけれども静粛性も高いですし、まあ文句のつけようのない乗り味を持っているというのが一つポイントですよね。ですので、まあ、比較車としてまずはこちらを乗ってみるということで乗ると、改めてのですね出来の良さにもう感心しきりというそんな印象を受けます。でアクアの GR スポーツの場合はここからですね専用のサスペンションを備えてですねスポーティーな走りというところを実現しているというのが一つポイントになるわけで、まあ、それに対して乗り心地なんかはやっぱり少し劣る部分、まあ、バーターになる部分というのはありますから、そのあたりは変わってくるんだろうなというのはもう予想がつくところではありますよね。なのでこうして乗っていると非常にこう穏やかな感覚があって、改めてのですね良さが出てくるし、
まあ、コンパクトモデルでハイブリッドを採用しているモデルというと、このアクアとホンダのフィット、そして日産ノート e パワーとありますけれども、まあ、やはり日産ノート e パワーはですね、モーターのみで走っているということで、まあ、静かで滑らかで力強いのが一番あるところですけれども、それに対してこの THS2 はエンジンの力、モーターの力、その合成とですね、というような感じでですね走りますので、まあ電動感という意味ではノート e パワーには譲るものの、以前から比べるとだいぶ電動感は強いモデルになったのも間違いないというところですね。そしてバイポーラー型のこのニッケル水素電池、エネルギーの出し入れも非常に早いですので、今こうして下り基調のところをずっと走っているとですね、すぐにこう満タンになって、まあ、当然もう今 EV モードで走ってるんですけど、どんどんそれでもですね電池が溜まっていくような、そんな状況ですね。でここからポンと踏んであげると伸びがすっごいいい加速が得られるというところで、ここでですねちょっと踏んでみますと、このような感じでグッとですね力が出て、さらにその後にエンジンがプラスされるというような今状況が訪れたというところですよね。まあでもそれにしてもですね、非常にいい走りを持っているのは間違いないところです。まあなので、通常乗るのにこれで不満はもう全然ない1台ですけれども、ここからじゃあ GR スポーツになってどうなのかというところをですね、これからチェックしていこうというところでございます。さあ次はアクアの GR スポーツ乗り始めましたけれども、もうね乗って動かして最初のこの時点でハンドルがかなり手応えがある、これを感じますね。もうあちらはですね本当に軽くスッと動いた感じというのがありましたけれども、こちらはですね重みが少し増していて、いかにもしっかり感があるなというところですよね。それがすぐに感じられるところです。それとやっぱり17インチサイズのタイヤのアルミホイールで RE050A になってますので、このタイヤのですねゴツゴツした感じ、そしてタイヤが転がっていくゴロゴロした感じ、グリップ感みたいなものがですねもう如実に感じられますね。なのでこうして走ってみると、まあ、ちょっとゴロゴロした感じというのはあるというところですね。ですが、まあ、決して深いというところではなくて、スポーツモデルらしいですね味わいかなというところですね。それと音ですけれども、今これ聞いていただいて分かりますけれども、少しサーっていう音がですねこれ増してますね。これもスポーツタイヤですので、やはり音という部分に関してはノーマルのですねものと比べると少し上がってるのかなという印象を受けますね。まあ、このあたりはスポーツモデルならではというところです。ただ乗った瞬間からピタッとした感じ、そして手応えのある感じ、こういったところはですねしっかりと感じられるものになっていて、もういかにも先ほどのノーマルモデルよりもキビキビと走るなという感じが伝わってくるものになってますね。で当然ですねこちらも今ノーマルモードですけれども、ドライブモードはですね専用の特性が与えられてますので、ちょっとここら辺からですね踏み込んでみたいと思います。そうするとですねグッと力の出方がですねやっぱり通常よりもひときわ強めに感じるものになってるなというところでしょうね。さらにここからですねドライブモードのこの1回押すとパワープラスになるわけですけども、パワープラスになると減速感が増して、まあ、よりキビキビした感じが出るという2つ目のマップが登場するわけですね。なのでここで押すと、今押した瞬間にグッともうね減速感がすごい出ますけれども、あ回生が強く取れるので、このあたりはよりキビキビと動かすためのそんなですね減速感、これが出るということでしょうね。そしてここから踏むと力もですねグッと出ていくぞという感じになりますね。なのでパワーモードを押すとやはりより生き生きしたものになるというところですね。あーでも座りがいい、このホントステアリングの座りがいいので安心感は高いですね。それとカーブに対して切っていった時のハンドルの重みがきっちり生まれているので、ここら辺も良さとして出てくるぞというところですね。で今みたいなところもですねノーマルだともっとふわふわした動きがあったんですが、これはそれあたりが少し抑えられているという特徴が出てますね。でサスペンションはロアームのですねブッシュ、これナンバーワンとナンバーツーを GR やり仕様にして、なおかつバウンドストッパーですね、これもですね専用の特性にしているということで、このあたりをいじったということですね。それと
ワッシャーもですね、溝付きのワッシャーすることによって各足回りパーツ止めた時にですね、しっかりと締結されるような、そんなところを持っているのが特徴というところですね。この直進の部分でもかなりやっぱり違いとしては出てきますね。少しやっぱりその路面にピタッとついてるからこそのですね、路面の凹凸を拾ってる感みたいなところというのは確実にあるかなというところですね。なのでこの辺りの振動は少し出るかなっていうのはありますね。ちなみに中間域なんかもちょっと見てみたいと思います。レディーセットゴー。今パワーの方に入りましたけれども、パワーの方に入ると車がこう少しすこうとするような感じでぐっと持ってかれる感じがあって、この辺りもパワフルな印象、この上ない部分ですね。でちょっとこう左右にですねハンドルを切るようなシチュエーションでも乗ってみたいと思いますけれども、このね上り坂ではさすがにエンジンかかりますね。でね、こういったねちょっとワインディングめいたところもすごい気持ちいいんですよね。非常にこうしなやかにインフォメーションも分かりやすく伝わってきますし、かなりね気持ちよく走れます。いやでも電動感のこの強さがね以前とは比べ物にならないですし、今実はエンジンもかかってんですけど音もそんなにこう聞こえてこないですよね。やっぱり全開にしない限りはほとんどこうエンジンの感覚というのは伝わってこないので、いやいいですね。いやちょっとこれ乗り換えたらどんな風に感じるのか逆に楽しみになってきましたね。これね、あしっかりした感じがやっぱり手応えとして伝わってきますね。こっちの方がねエンジンが積極的にやっぱりかかってるので、そこはちょっと音は大きめに感じるかなっていうところですね。それとカーブしていく時もさっきよりだいぶロールが抑えられているのが分かりますので、ここの辺りもスッとこう気持ちよく車が入っていきますよね。なのでいいペースで走っているのに加えてピタッとした感じが持続しているのが特徴というところですね。これは気持ちよく走れますね。かなりもうこの辺りのねボディのピタッとした感じが全然違う。相当気持ちよく走れますし、自然とやっぱりペースもねこう上がってくる感じというのはありますよね。そこがミソですね。そしてここも曲がりながら路面が変化していくところですけれども、その辺りもですねしっかりと押さえが効いていて気持ちよく走れるものになってますね。タイヤや足が違うことによって振動とかですね音とかっていうのはちょっと入ってはきてますけれども、でも不快なところまでは持ってかないぞっていう、そこがミソですよね。なので日常のシーンでもう何気なくやっぱりスポーティーな感覚がありますし、意のままのその動きというのが得られて本当に気持ちいいものになっているというところですね。しかもアクアですので実用性はですねそのままになっていながらも走りがですねきっちりとしつらえられているというところにですねかなり魅力があるというふうに感じますね。だからこのねやっぱりほどほど加減がすごくいいですよね。GR ヤリスなんか見てるとどうしてもですね快適性という部分はあれだけパフォーマンスが高いので我慢しなきゃいけない部分というのがですね増えてくると思うんですけれども、こういったですね GR スポーツシリーズであればですねその部分は全く我慢を強いずに普段このスポーティーなテイストを気分よく味わえる、そんなですね時代になっているというところですね。いやでもノーマルのアクアも相当良かったからそこからするとどうかなというところはですね気になってましたけれども、乗るとですねちゃんと方向性がピシッとですね決まったものになっていて、ここはやっぱりさすがの味付けだなっていうところを感じますよね。あとはそうですね気になるところで言うとその変化幅みたいなところをどんな風に捉えるかというところで、人によってはですね通常モデルで全然いいなっていう人もいるのかなっていうところで、だから難しいですよね。 GR ヤリスみたいなああいうパ
リッパリのですねところまで行っちゃうと、いやこれはちょっとっていう人も多くなっちゃうでしょうし、だそのいい塩梅で設定はしてるんですけれども、やっぱりその GR の中でその GR スポーツが持つ位置づけっていうのを考えるとですね、例えば、まあ、見た目なんかでももう少しプラスアルファが出てくるといいのかななんていうふうにも思いますし、まあ、インテリアもですね かなり変更して頑張ってますけれども、もう少しプラスアルファがあっても嬉しいかなというふうにも思いますね。はい、というわけで乗ってきましたけれども、今回のこのアクア GR スポーツ、かなりですね細かなところまでチューニングが施されて気持ちよく走れるアクアになっているなというところで、 GR にはですね GR86 とか GR スープラとかですね GR カローラ、 GR ヤリス、まあ本当にですねピュアなスポーツモデルというのがありますけれども、それにプラスしてこの GR スポーツシリーズというのがあって、 GR の世界観をですねもっと手軽に楽しめる、そんな走りになっているのが特徴ということで、実際にそれが施されたアクアに乗ってみると、なるほど納得の気持ちよさで、まあ走り好きの人であればですね普段使う足として通常のアクアを買うより、こちらのですね GR スポーツを買ってですね普段も走りのテイストを楽しめるという、そんな1台に仕上がっておりました。ちなみに価格はですね259万5千円ということで、ここにですね、まあ、付けた方がいいなと思えるオプションとしては、最初にですね申しましたバイビームのヘッドライト、これはですねマストなのかなというふうにも思いますし、ディスプレイオーディオ、これも標準だと7インチになってしまうので、これもオプションでですね10.5 インチのものに変えるといいのかなというふうに思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければ、あなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV で取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価、いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。